アルゼンチンのプロレスラー。本名、アントニーのバイアセットン。日本ではアントニオロッカとして知られるが、正式なリングネームはアントニーノロッカである。イタリア系アルゼンチン人。イタリアトレビーゾで生まれ、幼少期に家族でアルゼンチンへ移住。アルゼンチン時代は、レスリング、ボクシング、陸上など、スポーツ万能だった。プロレスデビュー後、アメリカへ渡り、 南部地区からニューヨーク地区へ転戦し、華麗な空中殺報を武器に大活躍。特に、イタリア系移民とヒスパニック系移民から圧倒的な支持を得る。1940年代後半から1960年代前半にかけて、ビンスマクマホンシニアがプロモーターを務める WW、WWF で活躍。マディソンスクエアガーデンの帝王として、トップレスラーの地位に長期間訓練した。 1948年、アルゼンチンのブエノスアイレスにて、王座決定戦のトーナメントで、ディック・シカットを破り初代、WWWF インターナショナルヘビー級王座を獲得している。ニューヨークマットでは、若き日のジャイアントババと対戦した記録が残っている。現役時代は日本に縁がなく日本のプロレス団体に参戦することはなかったが、力道山は、 ロッカとバディロジャースの二人を何としても招平したかったが、そのような理由で断念している。その後、アントニオ・イノキタイ・ルーテーズの NWF ヘビー級選手権のレフェリーとして1975年10月に初来日。幻の名選手が、ついに来日したと日本のプロレスファンプロレス関係者に歓迎されたが、これがロッカの生涯で最初で最後の来日となった。 晩年は WWF w、F、にて実況担当のビンス・マクマホン・ジュニアを相方にカラーコメンテーターを務めていた。往年の輝きは失せていたものの晩年までリングに上がり続け、75歳まで現役を続け、150歳まで生き続けると宣言していたが、1977年3月15日にニューヨークの病院で肝臓癌により死去、49歳。 1995年、その功績を称えて、WWE 電動に迎えられている。ありがとうございます。